このの前代未聞の事態にに政府は対応に追われています菅総理大臣は閣僚懇談会で、事実関係の調査と情報管理の徹底を指示しました。他のの閣僚からもも一斉に事態をを問題視すする声が上ががが上っています海上保安庁が撮影をしたものが ベースとなって流出をしたということになれば、極めてこれは、えー、情報管理の面では有意識、ことでありますし、これは私は事件としてです、ね、扱わなくてはいけない相当、大きなメスを入れる改革があ、あらゆるところで必要だろうと。戦国長官はまた 中国から外交ルートでビデオ流出に関する事実関係について問い合わせがあったことを明らかにしました。